アイドルお宝くじパーティーライブ収録 NOW。 はい、楽屋ですけども、楽屋のちょっと様子を見てみましょう。はい、じゃあまずラナチンはかわいいね、今日の何ですかそれは。ウーバールーバーちゃん、何してんの。ハサミ持って前髪切ってます。はい、アイドルらしいですね。カコチンは顔洗ってます。カコチンも一緒ね。アイドルらしい。はい、ジュリンはお茶飲んで、はい、お茶飲んでます。はい、そして違う、お願いします。はい、じゃあちょっと下映さないように。顔だけのも嫌やわ。何してるんですかって聞いて。何してるんですか。飲み物こぼしてる。集中力アップ。だって初めて聞いた。すごい。おし、何してるんですか。集中力アップ。やばくなっちゃうじゃないの。かわいそうなっちゃう。やだ。危ない。もうキンクン、アイドルらしからぬ行動をしていますけど。筋トレだよ。どっか筋トレ。お尻の筋トレ。お尻の筋トレ。あとナッチのすねの筋トレしたい。マジでこれは放送できないレベルでやばい。あんまりよろしくない気持ち。やめてよ。ちょっとこれ以上は危なそうなのでカットします。バイバイ。ハマるよ。ハマらない。いつもの歌聞いて声出して You goは今一人でございます。なぜでしょうか。今からシャッフルユニットの出番です。緊張します。いつもジェムの PA をしてくださる方が今頑張ってって言ってくれたから、ちょっと余裕ができた。こんなに緊張することはあまりないです。どんな振りを考えたらいいんだろうとかとっても悩んだんですけど、なんかロマンもって感じのこうやってハートを作って皆さんに愛を届けたいなと思って作りました。本当に緊張しました。緊張した。赤い札、赤いあれうちわ振ってくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。高校を卒業しました。拍手ありがとうございます。無事に JK を卒業しまして、春からは JD になるわけなんですけれども、まあ、今日はあれですよ、高校を卒業してから初めてのライブなんですよね。だからちょっとなんていうんですか、 JK の時とは違う大人の魅力みたいなものをですね感じ取って感じ取っていただけるんじゃないかなと思います。
イドルお宝くじパーティーライブをどうぞ楽しんでください。以上 We are GEM ジェムでした。ありがとうございました。北陸の福井県出身の武田真彩です。北陸出身ということで、2015年3月14日に、開通された北陸新幹線、もう北陸出身ということで、もう絶対に見たいと思って来てしまいました。じゃん、あれ映んない、映った、じゃん、金沢駅では早速行ってみたいと思います。寒い。今門のところでは伝統芸能をやってます。すごい綺麗な音色が聞こえます。聞いてみたいと思います。ちょっと晴れてきましたから、北陸新幹線の一番電車を見たのですごい嬉しかったです。これからこの新幹線を使うことになると思うので、福井は2020年か2022年くらいに開業するって聞いたので、その北陸新幹線が通ったら、それを使ってイベントに行けたらいいなって思います。そして実家にも帰ったらいいなって思います。
出発しました。すごい手振ってた、嬉しい。金沢の景色です。はい、金沢に来たということでお土産も買って帰りました。ご乗車ありがとうございます。開業2015年3月8日 JR 西日本商品化計画、西日本商品化表、読めない。大宮15時14分金沢の月、上野北陸新幹線が34分、これ多分終点ここら辺で3月限定ぐらいだと思うので買ってみました。これはメンバー用で今からメンバーに会うのであげたいと思います。で金沢といえばちょっとメンバーにも金沢という人がいるので、でも名前は違うんですけど、ちょっと見つけたんです、この金沢を。ほら、金沢だから買って帰りました。新潟だ。もうすぐ長野駅です。金沢から長野で北陸新幹線ならではの駅に着いたということで、私は疲れ切ったので寝ます。おやすみなさい。